吉田さん、ネットビジネスを始めたばっかりに、何回か詐欺になってお金をぶんどられました。何百万とやられました。どうしてくれるんだでも、やらなかったら、詐欺には一切会わなかったと思いますが、真面目にやった麻雀店と真珠でございます。どっちがいいんでしょうね。やらなかった方がうまくいくのか、やった方が可能性が残るのか、それは結局、あなた次第でございます。行ってらっしゃい。